おはようございます。えー、美濃です。えー、二日目です。えー、昨日、あのー、アルバイト、えー、初日、本屋さんでアルバイト始めて、光あった方がいいな。えー、初出勤してきました。あのー、憧れのエプロンをつけさせてもらって、エプロンとね、ワイシャツをすると、まあ、それだけでかなり、えー、本屋さんっぽくなるんだなと思ってます。ちょっとね、最近、えー ささんの本とかガーシーさんのの本本ととかかガーーシちょっとアウトロー社会からこうはみ出した、えー、アウトローたちの本を作りすぎてですね、えー、僕がちょっとこの前裏社会ジャーニーに呼ばれたりまたなんかトマホークのなんとかみたいなちょっと裏社会っぽいあと外録チャンネルとかね、えー、とこばっかり呼ばれるようになっちゃったんであの エプロンとワイシャツの力で、えー、そのちょっと最近の裏っぽいアウトローっぽい空気を、えー、消そうかなって思ってます。えー、今日はね何を話そうかなというので、えー、なんかね気のふと思って人間ってバカになってんのかなみたいな。 と思ってでもなんか人間バカになってるってよく年寄りとか言うじゃん昔の人の方が頭良かったって。で俺はそれはどっちかっつ言ったら否定派で人間はどんどん賢くなってるし昔の人より全然あの賢くなってる未来に進めば進むほどあの賢くなってるんじゃないかなって思ってたしその未来志向の人間なんで。 過去の方が良かったっていうのは大体ノスタルジーでまああのそう思いたいだけの誤った認識だと思ってました思ってるんですがただ人間が本当にバカになったかどうかっていうのはを考えた時に確かに人間バカになってんじゃないかなってふと思ったんですよね。そそ、えー、それれは昔こ機機械ととかかか産業革命がが起きる前機械がなっった時って あの肉体労働だったわけですよピラミッドの石を運ぶにせよ、まあ、何するにせよ、えー、馬に乗って移動したり馬にを走らせたり、えー、まあそれこそ日本で言ったらその戦国時代とかねその何十キロもってか東京江戸から。 あの大阪の方まであ普通に歩いてったりしたわけじゃないですか。って考えると、まあ、昔の人の方が圧倒的に肉体が強くて、まあ、もっと遡ると狩猟時代とかは本当みんな動物のように強かったわけで,すよでも、えー、と産業革命とか起こったり機械化になってあのみんなその体が強い身体的に強いとか。 っ、えー、っていうのが必要なくなくたんで機械で全部代用できるからあの別に歩かなくても車に乗ればいいしまあありとあらゆるものが機械化されたから筋肉がすごいあるとか力持ちとかっていう昔の人間としての,あの必要な要素は今必要なくなって別にその筋肉がすごいあるとか力持ちとかってまあ一部のスポーツでしか 意味なくなくったわけで,でその結果まあ昔の人に比べて今の現代人って言うと体が弱い、えー、そんな大阪まで歩くとかありえないしなんか石運ぶみたいなのもありえないまあ体が弱くなったっていうのは事実でで考えた時、えっと、その後だから体が強いとか弱いとかで人間の評価変わんなくなったから。 えー、その後頭脳頭がいい悪いで、えー、人間の価値みたいなまあお金稼げるか稼げないかとかまあリーダーになるかならないかって頭の良さの方に、えー、と変わってったんだけどそのそれも今ありとあらゆるものが AI とかまあプログラミング的なもので別に頭使わなくても。 判断できるようになってきたわけですよでそうなってくると頭の良さ肉体的な強さが関係なくなってみんな肉体が弱くなったように頭の良し悪しが関係なくなってみんな頭悪くなってるに決まってるなって思って多分頭悪くなってるなと思いましたまあそんなだけなんだけどねそれこそなんか ネットフリックスの三島由紀夫の東大、えー、東大なんでなんか三島由紀夫と全教頭の人かなんかがずっと討論してるのとか多分今の、えー、大学生が聞いてもちょっとレベルが高すぎて言論のレベルとしては、えー、普通の大学生だったら理解できない僕も、えー、全て 一回聞いただけでで理解できるまあなんとなく雰囲気だけわかるけどあれをあのレベルで僕があの壇上でできるかって言ったら絶対できないんですよ。でまあそれを見ても確実にその言葉のレベルとかも下がってるしまあありとあらゆる、えー、要は研究とかは進んでるかもしれないけど普通の頭の良さみたいなのは完全に、えー、悪くなってんなと。でさらに TikTok とか YouTube とか基本的にあのバカ向けのできだけ短くえ自動的に頭使わずえ見れるようになってるんでまあどん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 え人間はバカになってるんじゃないかなと思いましたまあいいかなんかねそれなんで思ったかってもう一い回いって Twitter が あの仕様がねコロコロ多分変わってるんですけどこの前、えっと、三浦瑠璃さんがツイートでフォローしてる人の、えー、っとツイートだけ見れてよかったのにあ,のあなたにおすすめのトピックみたいなのが表示されるようになってごちゃごちゃみたいなこと言ってて僕もなんかこの2週間ぐらいツイッターが。 おすすめトピックやたら表示してきてサッカーのスーパープレイ集みたいになっちゃってるんですよ僕のツイッターがでフォローしてる人たちのツイートが埋もれるぐらいサッカーのスーパープレイ集になっちゃってで別に僕サッカー好きだけど別にサッカーのスーパープレイ集見たいわけじゃないけど一応そこが流れてくるとなんか反射的に見ちゃうんですよねスーパープレイってうーんおうまっみたいな でもそれをやってると機械がこいつサッカーめっちゃ好きだなって判断してもうやたらサッカーのスーパープレイ集ばっか流してもうなんかツイッターが面白い言論空間からサッカーのスーパープレイアプリみたいに変わっちゃってだからなんかあらゆるアプリがでも結局見ちゃうから SNS 的には滞在時間も増えるしいいのかなみたいなそういうアルゴリズムで計算するとまあ そういうい風になっっちゃってでもあらゆる人間がどんどんバカになりアルゴリズムのある種コマとか奴隷になりっていう感じになってるなぁと、えー、思いましたまあそんな世の中においてね、えー、どう生きるかっていうと多分2つしかなくてそのアルゴリズムみたいなものをむしろ設計する人で昔は世界を作るっていうのは 宗教を作ることであったりえ法律を作ることであったり、えー、科学で世界を明らかにすることであったと思うんだけどこれから世界を作るっていうのは、えー、とアルゴリズムを設計して要はどういう順序でものが、えー、おすすめされるかとかどういう順序で、えー、人があのー 友達になるか,とかまあある種人間の動きをアルゴリズムで、えー、設計していくみたいなそのアルゴリズムを作るってことがでそのアルゴリズムがいいなと思って人が集まるってことが世界を作るってことになってくるなと思っててでその世界を作る側アルゴリズムを作る側になるかそのアルゴリズムで動かされる側になるかっていう感じになって。 まあ別にほとんどの99.999999% 99 99 99はアルゴリズムで動かされる側になって、まあ、ただ YouTube 見てるだけで、えー、と広告費を払ってるようになったりただなんかポチってしてるだけで、まあ、ある種の経済活動を参加させられてたりっていう風になると思うんだけど、まあ、それはそれでまあいいんだけどだからこれからどうやってこの人間がバカになってきた世の中において生きるかって言ったら アルゴリズムを作る側の本当神様みたいな存在になるかでまあほとんどの人無理だからだったらもうそれこそ僕が言うある種そっからまあ都合よく使えばいいんだけどある種そっから脱却してあの本当に辺境のコミュニティみたいなとこでサウナ入って、えーじまあ、自分たちが好きな美味しいご飯食べて。 キキキキャャャャッキャッ,キャッはしゃいでると別にその資本主義も SNS もスマホも使うんだけど別にそこのコマになることからある種逃れ自分たちなりの物差しで幸せを追求するみたいなある種マイクロスラム化現象が起きるなと思っててで日本がどんどんこのまま貧乏になっていくとまあ世界的な流れでそうなると思うんだけど日本が。 えといち早くどんどん貧乏になって格差社会になっていくとその本当に二極化してグローバルハイクオリティ人材もう東京と例えば僕これから香川行くんだけど東京と香川より東京とニューヨークの方が文化だとか関係性とか深いんですよね似てるわけですよ。だから要は日本の中で 日本だから同じじゃなくてグローバル都市はグローバル都市ローカルはローカル、まあ、ローカルはそれぞれ多様なんだけどってなっていく中でもうグルそのグローバル都市えっ、ー、と日本東京とか、えー、香港とかシンガポールとかニューヨークとかロンドンとか、えー、デリーとかそういうグローバルシティで活躍するグローバルハイクオリティ人材になるかそうなれないならローカル でえー、とある種その資本主義の物差しからは、えー、前向きに撤退して、えー、ローカルで自分たちなりの物差しで生きていくローカル、えー、マイルドヤンキー存在になるか家族を大切に友達を大切に美味しいもの食べてサウナ入るみたいなお金は別に稼いでませんけど幸せですみたいなどっちかになるしかないなって思ってその中間は結構死ぬいわ,いわゆるバリバリ働く けど東京に住んでるみたいな人はなかなかこう貧困になってくる心も体もねってなった時すごいグローバルハイクオリティ人材になるかローカル、えー、コミュニティ人材になるかって明確に分かれるなと思っててでローカルコミュニティ人材に多分ならざるを得ない日本のほとんどのエリートじゃない人はってなった時にローカルコミュニティみたいなとこにやっぱ人がいっぱいいてで多分独特の文化を 形成するるようになならざるを得なくてでそれがちょっとそんなみんな幸せな感じになるわけもなく民度も高くないところも当然あるだろうからそうするとあなんかブラジルのスラムみたいに攻撃的になるか分かんないけどちょっとマイルドなスラムみたいなのが、えー、各地に生まれるんじゃないかなってなんとなく思っててマイルドスラム化っていうのが、えー、多分日本の。 次のフェーズになるんじまあなんか普通の東京で、えー、いい生活してる人にとってはちょっと本当に日本かって思うようなマイクロスラムがいっぱいできて独特のカルチャーまあ日本人だけじゃなくいろんなところに、えー、生まれるんじゃないかなって思ってるって話でまあそういう時代になるとまあだから。 ある種のそのものすごい AI 的なもののシンギュラリティ的なもの,のが進みまくることによってえとアルゴリズムを作る側か動かされる側かえそのアルゴリズム自体からある種離れる人たちに分かれるっていう流れとえ単純に日本がどんどん不景気になるから。 グローバルハイクオリティ人材かローカルコミュニティ人材かに分かれてそのある種アルゴリズムから離れる側とグローバルコミュニティ人材的な動きが相まっていい地方のコミュニティもできればあのそうじゃない、えー、マイクロスラムみたいなのできて、まあ、そうなってくると日本みんな多様性多様性とか言うけどさ本当に多様になるなと それが本当にいいんですかみたいなぐらいの多様になるんじゃないかなと思ってます、えー。今日はね、ちょっと難しいっぽいことを言ってみました。しかも頭をこう、かきむしりながら喋ることで、ちょっと天才っぽい雰囲気を、えー、醸し出してみたんですけど、どうでしたか。また明日、あ、そうだ。えっと、今週の水曜日、明後日ってかな。 に新宿ロフトプラスワンっていうとこで19時からあの2023年、えー、今年をもう、えー、振り返ろうと今年面白かった出来事ベスト10みたいなトークイベントをやるんですけどなんとチケットが5枚しか売れてませんでロフトプラスワンってなんかハイボールとかねビールとか飲みながらあのトークを聞くっていうまあいいアットホームな場所なんだけど、えー、まさか5人って多分。 ロフトプラスワンなないいんじゃないかと僕ロフトプラスワンで話した時両方とも満席だったんで何が起きたのかなって僕の人気が落ちてんのか、えー、ゲストの尾形さんが猛烈に嫌われてんのか2023年振り返るのがまだ早いのかちょっと分かんないですけど5人なんでもう新年会みたいな感じなんでぜひあの興味ある人は来てください。 チケット2000円とかなんでね、えー、ぜひ僕のツイッターで、えー、チケットの URL とか、えー、ツイートしてるんで、ぜひって感じで。まあ、えー、今日僕はね、香川の、えー、5万顧問っていう顧問やってるので、香川の会社の、えー、と方のとこ行って YouTube 撮影、えー、していきます。じゃあ、またね。